ゴミを物置に持っていきます。前も言ったことあったけど、この指定ゴミ袋にゴミは入れなきゃならないんだけど、入れられなくなりました、自分で。っていうのも、この印刷がすごく臭くて、もう袋を広げられなくなったんです。しかもここに名前をね、書かなきゃならない。このゴミ袋にこの名前を書くときっていうのは、油性ペン、マジックペンの油性ペンを使わなければならなくて、その油性ペンが鼻をつく匂いでしょう、あれ気持ち悪くなるわ、頭痛くなるわ、で名前が書けない。だから前はね、名前を書くまではやってもらってたんです。でも便利屋さん、最近この袋にあのゴミをまた入れるっていう作業を加えてもらったから、作業が大変だってことで値上げされてしまいました。